ですね、今日磨いていくグロッケンはマッサーの M645 というタイプのね、ダンパーがないグロッケンですね。25年ぐらい前に買ったんですけど、まだ全然磨いたことがないんですよね。だからこうよく見ると結構曇っちゃってるね、ですよね。で、音も今どんな感じかな。ちょっと今プラスチックヘッドのもので叩いてますけども、まあ、こんな感じの音ですね。はい、では今日はね、ここから磨いていこうと思います。グロッケンをですね、メンテナンスする際にこのグロッケンの今蓋なんですけども、蓋の、まあ、裏側、ここですよね、ここがですね結構劣化します。で、一回私はこれね、もう劣化してね、スポンジが粉々になっちゃったんですよね。で、あのグロッケンがなんか砂だらけみたいになっちゃったので、一回にこれちょっとリフォームしてる、自分で直しました。で、大手のね生地屋さんに行って、フェルト、まあ、好きな色自分で選んで買って、あとウレタンマットを買って、で、そこをくるんでですね、あとはあの、両面テープ、ね、布用の両面テープ使ってね、こう貼って貼り合わせて、直しています。だからこういうところもね、メンテナンスできるといいですね。はい、今日使う道具です。鍵盤外すためのドライバー、それから軍手、金属磨き、それからマイクロファイバーの布 2,3 枚、これは100円均一で売っています。ではですね、今日使うグロッケンの磨き粉なんですけど、私はね、このリンレイの金属磨きっていうのがちょっとお家にあったんですよね。だからこれで前ちょっとシンバルも磨いたことがあったので、今日はちょっとこれがまだ余ってるのでね、これでちょっと磨いていきたいと思います。それからグロッケンなんですけど、こうよく見ると全部ここはですね、プラスのネジでこうはまってる、止まってるんですよね。だとこうちょっと動きがあります。で、これあんまりきつく締めすぎちゃうとやっぱり鍵盤響かなくなっちゃうので、これくらいの遊び、あの最初に外す前にね、どれくらいの遊びがあるのかなとかって自分で、試してください。で、それでこれをちょっと外していきたいと思います。それからですね、あの手真っ黒になりますから、今日ね、軍手を用意してるんですね。軍手と、あとはまあ100均とかでね、よく売ってるような、まあ、こういう、まあ、雑巾でも布、柔らかい布ね、用意してください。はい。それではですね、ちょっとドライバーで、早速外していきたいと思います。はい。ではですね、ちょっと今、試しに何本か今、ビスを抜いたんですね。で、ちょっとね、試しに研磨剤1本磨いてみたんだけど、まあ、なんかそんなに輝き変わんないような気がしますが、一応ちょっとね、少しずつこれ研磨剤ちょっとこう布につけて、で、これね、磨いていきます。まあね、25年前に買ってね、磨いたことがないっていうものですから、どれくらい綺麗になるのかがちょっと微妙なんですけど、一応こう磨いてみてね、やってみないことにはわかんないんですよね。まあ多少曇りは取れてるのかな、ね、買った時の輝きっていう感じではないけど、どうですかね。よいしょ。一応ちょっとね、裏側も汚れてるところはちょっと汚れ拭き落としてあげるような感じして、はい、そして、こうある程度ね、磨いたらこの乾いてるところ、綺麗なところでしっかりこの研磨剤落としてあげてください、ね、これがちょっとまたついちゃってるとまた曇っちゃったりするんで、これを綺麗に、ね、乾いたところで拭いていきましょう。さあ、そうするとどうなんだろう。今ね、2本磨いたんですけど、まあ、ちょっとね、カメラの画像だとあんまわからないかもしれない。今これとこれ磨いたんですけど、なんか多少肉眼で見ると綺麗になってんのかなっていう感じがします。ツヤが出てますね。はい。
で、この調子でね、どんどん行ってみたいと思います。はい。はい、ではですね、今半分黒鍵側の方だけ磨いてみたんですけど、どうですか？白鍵側と黒鍵側、やっぱちょっと輝き違うの分かりますかね？多少サビとか曇りとか全部綺麗に取れまして、ね、黒鍵側綺麗ですね。白鍵側やっぱ曇ってますよね。こう見るとちょっと分かりますよね。でこんな感じで、続けてずっと磨いていきたいと思います。今ね、黒鍵側はまあ所要時間今30分ぐらいですかね。で白鍵の方が本数多いからもうちょっとかかるでしょうね。はい、じゃあこのまま順調に頑張っていきたいと思います。ここでブレイクタイムです。いつもですね、私が何をしているかということをちょっとご紹介していきたいと思うんですが、昔はですね、まあ、いろんな演奏の仕事をしたりとか、あとショーミュージシャン流れでやってました。で現在は会社員なんですね。資格を取ってちょっと会社員をしてるんですけども、で普段お休みの日にこう YouTube の動画とかは撮影しております。まあ、しょっちゅう上げられるわけではないので、まあ、その辺皆さんご了承していただいて、今後もね動画見ていただけるととても嬉しいです。それではまたあと半分磨いていきたいと思います。さてさて、あとラスト2本です。磨いてて思ったんですが、今日使ってるこの布がですね、まあ、マイクロファイバー の布なんですけど、なんか結構これいいですよね、とっても。でこれでなんかまたこの磨いた後に空拭きすると、なんかツヤが、それもマイクロファイバーのおかげでツヤも出てるのかなっていう感じがしますので、まあ、100均でね、行くと3枚で100円で売ってますから、良いね、誰でもできるものいいんじゃないでしょうか。おすすめします。はい、多少のサビもね結構今取れてまして、よいしょ。でこの乾いた布で、よいしょ、ツヤツヤにですかね。やっぱり曇ってた時よりかは、こうなんか音がシャイニーで伸びも良くなってるような感じはしますよね。ということでね、今年の年末はグロッケンを磨いてみたということで、ミノブスタジオからお送りしました。さあ皆さんもね、曇ったグロッケン見たらちょっとチャレンジしてみてください。そしてね、また動画の方もどうぞまた皆さんご鑑賞ください。どうもありがとうございました。